リメンの神戸、ボートレースチケットショップ神戸新開地杯、いよいよベスト18対決になります。第10レース準優勝戦を迎えます。6艇がほぼ揃った飛び出しを見せまして、コースは枠番通りでしょうか。1号艇岡村正史がインコースの進入、人気の中心に押されています。前半カードはよもやのアクシデント転覆ということになった岡村ですが、ここは絶好枠でその雪辱にも燃える一戦。1号艇岡村、2号艇の鶴本隆文がこの外に構えての2コース戦ということになります。センター3コースに続きますのは3号艇の河野聡地元、4号艇田中和也はこの外へと構えます。前半カードは逃げて1着、そのスタート踏み込みはコンマ00タッチ。さらに5号艇の野田隆弘は5コースに回りまして、6号艇地元和田拓也が大外6コースに回ります。この第10レースの準優勝戦はかつての阪神杯を思わせます。大阪兵庫の揃い踏み、インコースに1号艇岡村、2コース2号艇の鶴本と大阪勢2人、地元河野がセンターからどう意地を見せてくる。角14コースは4号艇の田中和也、5号艇のベテラン健在野田隆弘が5コース、6号艇地元和田拓也が6コースに回ります。スロー3艇ダッシュは3艇、第10レース内から1番2番3番4番5番6番です。スタートまで3秒です。2秒、1秒スタートしました。トップスタートを決めたのはインコースパチッと1号艇岡村です。イン速攻体勢1号艇岡村、2号艇刺してくる鶴本、3号艇の河野が握って攻める。バックセッチへ入りますが、先頭はこらえた1号艇岡村正史、2号艇鶴本が2番手を追走で、3号艇河野が3番手、内からは4号艇田中。なおスタートは正常でした。1周リマークは1号艇の岡村が先頭、2番手追走2号艇の鶴本に迫ってくる4号艇、外を行った3号艇河野のホームステッチへ帰ります。しかし2番手は2号艇の鶴本がこらえて、3号艇河野3番手、上位体系は 1-2-3 で2周目に入りました。1号艇の岡村正史トップスタートでの仕切り成功、2号艇鶴本が2番手追走で、3号艇河野が3番手、上位3艇 1-2-3、4号艇田中4番手、5番手以降6号艇和田、5号艇野田が続きます。2周にマークの旋回を目指しまして、先頭は1号艇の岡村です。2号艇鶴本が2番手を追走で、3号艇河野が3番手、上位3艇 1-2-3、 4番手以降4号艇6号艇5号艇で最終周回に移ります。前半転覆の影響が少々気がかりではありましたけれども、どうやら影響全くなしでしょうか。ここは力強い行き足から見事なトップスタートはただ一人ゼロ台へと踏み込んで、1マーク堂々押し切っていった1号艇岡村、2号艇の鶴本が2番手を追走で、3号艇地元河野が3番手ですが、4号艇の田中がじわじわと迫ってきます。ラストマークの旋回に移りまして、3号艇河野の内側から4号艇の田中、3号艇河野が素早く刺してホームステッチへ帰りますが、4号艇3号艇はどうやらここで4号艇田中が逆転。先頭1番です岡村五輪、2着2番の鶴本五輪、3着4番田中五輪、3番河野五輪、6番5番が五輪。以上、尼崎第10レースでした。